本の皆さん、どうもこんにちは。名古屋弁でジャズギター講座の時間でやってこまい。ということで今日も早速やってこまい。ということで今日はそうです。ジャズスタンダードの酒バラ攻略していきましょう。ということで今日は The Days of Wine and Roses という曲、酒バラと呼ばれる曲ですね。日本で皆さん大好きな、皆さんよくやられる曲となります。ということでまだ曲を知らないよという方が見えるかもしれないので、とりあえず弾いてみます。というような曲になってます。すごい哀愁の漂うような雰囲気の曲ですね。これ日本だとジャズのセッションの定番の最初にやるような曲なので、ぜひぜひ攻略していきましょう。はい、ということでまず最初に譜面を見ていきましょう。はい、こんな感じの譜面ですね。最初にまず皆さんどこ見ますか？はい。最初はここ、一番最初のここ。フラットがついてるね。トーン記号の横見てみましょう。ここを見ることによって、まず曲のキーを知ることができます。で、ここ C1 個なので、シミラレソドファと1個ずつ増えて、その1個前のやつ。最初はファになるんですけども、そうすると F のキー。で、フラットが C ミってなったら、ミの1個前、C になるので、の B フラットという感じになるんですね。まあこれは置いといて、なので、これは F のキーの曲となります。で、この後譜面どこ見ますか？で、あとはバーッと見ていくんだけども、ジャズのセッションとかで譜面を渡されたら、パッとやらないといけないので、時間くれないので、どうやってやろう。で、まず最初にブロック分けをします。小節で分けるというかね、グループ分け。で、最初まずこの8小節 A とします。で、それ以外ブリッジという感じで呼びます。なので、A 行って、ブリッジの B 行って、また A に戻って、で、最後また、最後のブリッジという感じで。C と呼んだりもしますけども、僕はめんどくさいので、もう B の変形という感じで覚えてます。覚え方は何でもいいです。で、僕、宮之上師匠に言われたことが、ジャズをやる人はいい加減にならないといけないと。そうです。なので、できるだけ手を抜いて楽に覚えられる方法、ズボラジャズを目指していきましょう。で、その次にやるのは、度数でコードを見る、ディグリーネームを見ていくという形になります。なので、最初 F メジャー行って、1度メジャーだね。で、こっから7度。に行きます。で、ここのところはちょっと人によって違うんですけども、この譜面だと7度のセブンスになります。で、次は3度マイナー行って、6度行って、で、これ最初の4小節はね、次が2度行って2度2小節。ここ2-5にしたりいろいろしますけども、まあ2度だけで覚えて2小節やり過ごして、次4度マイナーになります。サブノミナントマイナーね、これも2小節。ここでやって、で、次はブリッジ。Em7flat5, A7, Dm7, G7 いきます。で、これは7、3、5、2という形なんですけども、で、ここはめんどくさいので Em7flat5, A7, D マイナー。ここを、Em25 という感じでも簡単にパッと解釈して、で、その後に2-5いくという感じでもうすごい簡単にまず見てます。で、また頭の A に戻って、うんやらかんやらして、で、次最後のブリッジ行きます。で、ここは Am7 行って Dm7 と書いてあります。なので3、6という感じで覚えて、で、最後のところでちょっと変化をします。で、これは Bm7flat5 行って E7。で、譜面によっては Bb7 と書いてありますが、これは5度フラットマイナー7フラット5。
という感じで覚えて、ここで2-5という感じですね。で、ここだけ質なんですけども、これはトニック F メジャー7のトライトーンの関係だって覚えると、あのキーが変わった時でも、いつでもやりやすいので、そういう感じで覚えてます。あとは3-6-2-5行って一度戻って、また2-5やって頭に戻るという感じですごい簡単にバッと見てます。なので基本的に譜面を見るときは、もうよくあるダイアトニックのところはパッと見て、それ以外のところ、あ、ここでサブドミナントマイナー、B フラットマイナーのとこ行くんだなと。で、ブリッジの最後のところでマイナー2-5行って、普通の2-5行くんだな。で、一番最後は変なとこ行くんだな、トライトーンのフラット、5のとこ行くんだなっていう感じで、もうそこだけ押さえちゃうという感じになります。なのでセッション行った時は私たちはこういう感じで見ています。はい、ということで最後の締めにメロディやっていきましょう。どうやって見ているか。まず、基本的に、もうドレミファソラシドは、覚えるしかないので、これはなんとか覚えて、ここの音名とかをわかるようにします。で、C メジャーのドレミファソラシドがなんとなく見えるようになったら、その上で F メジャー、キーの、コードを弾きます。で、その上で、F のメジャースケールを覚えると。はい、この下準備ができたら、メロディーいきます。で、最初はこれ、低いド。まあ、ここです。F のこの5度のところからあります。で、ドを置いて、ラ。ここにラがあります。ね。ド、レ、ミ、ファ、ソ、ラ。で、C。C はこっちとこっち両方見れる。と、まあ、これはいいや。で、ド、ラ、いって。で、この玉を見ると、半分下がってるので、こういう感じで、ここにあるよね、ソがね。ソラドで、ドの上、レはここだからね、レドという感じで見ていきます。ワン、ツー、シー、ドラソラドレドという感じで見ます。なので先にスケールで音名を覚えておくとすごい楽です。で、その上でこのコードを使うと、最初コードいって、ここの F のところに全部あるよね、3度ね、ドラがここにあるので、で、という感じで見ていきます。で、次4小節目の3拍目から、ドシラと下がっていきます。シはフラット。なので、ここですね。ナチュラルだとここだけど。なので、ドレミファソラシド。という感じで見ていきます。今移動度だけどね。ドシラ。で、次レ、ここ。ね、どうやって見てるかっていうと、ここに C のメジャーサウンド、ミの音があるっていうのだけはもうこれなんとか覚えるしかないので、で、ミの全音した方という感じで見てます。ドレミファ、ね、レギュラーになるもんね。うん。ツー、シー、フォー、ワン、ツー、シー、フォー、ワン、ツー、ドシラ。で、ここだけ、この半音した、さっきのレの半音した、レのフラット。こっちを飛んでもいいし、こっちで行ってもいい。こっちだと小指で行けるからね。で、そうすると、この F メジャーのあたりで全部処理できるので、なかなか迷いにくいんではないかなと思います。で、次8小節目の3拍目から、ワン、ツー、ラ、ソ、ソになりますね。で、ラ、ド、レ、ミ。という感じ。ラ、ド、レ、ミ。と書いてあります。譜面では。で、次はソファラレと、ラフだ、指一本でできちゃうよとね。ソがあってファがあって、これね、ルートの音ね。あとこっから全部できると、ね、F で見るとここベタなものにここの6の音が混ざってるね、という感じです。で、次ド、三拍いって、シ。で、次、ド、シ、ラ、ソと行きます。ワン、ツー、シー、フォー、ワン、ツー、シー、フォー。で、ここ。次、マイナー2-5のとこね。で、ラ、ここ。ラは何回も出てきてるから、まだ覚えたかなと。ラ、行って、ミ。ワン、ツー、シー、フォー、ミ、ここね。ソ、ファ、ミ、レ、ソと。こういう感じになります。ラを覚えたね。その半音、全音した、そうだね。という感じで、音面もいっぱい覚えていきますので。ワン、ツー、シー、フォー、ワン、ツー、シー。で、頭に戻ります。
で、あとは同じ。後半の行くとこに行きます。 A マイナーのね、裏のブリッジというかね、そう言ってドレミファソラドという感じでスケールを上がっていくだね。で次ミ、ここにミがあります。ドレミファソラシドレミという感じでね。でミがここにあります。で、ここさっきの言った、フラット5度のとこだね。トライトーンのとこ。ワン、ツー、シー、フォー、ワン、ツー、シー、フォーという感じ。ワン、ツー、シー、フォー、ワン、ツー、シー、フォーという感じ。ね。で、最後、2拍ずつの3625。ドーラー、ソーファーラーラー、レーファーという感じ。ね、なんです。基本的にはドレミファソラシドもこの辺で見れるようにして、その上で F をキーの曲を弾く、やることによってこの辺で見失わずできるということになります。基本的にギタリストの方って音符読むの苦手じゃないですか。僕もなんですけども、なのでこういう感じで少しずつ音符とこの指板の音名ね、一緒に結びつけていけたらいいかなと思います。はい、ということでメロディー譜面読みはこれで今日は終わりたいと思います。で次回はもうちょっとコードについて分解していけたらなと思います。はい、というような感じで楽しく練習していただいて、楽しいジャズギターライブを一緒に送っていきましょう。ということで今日の動画いいねと思った方はぜひぜひいいねボタン、コメント欄に何か書いていただければと思います。で今日の動画いいねと思った方はぜひぜひいいねボタンやコメント欄に何か書いていただけると励みになります。で特に何も思わなかったよって方がいましたら、ポケモンカードとでも書いていただければこれ幸いでございます。はい、ということで最後までご視聴ありがとうございました。ではまた次回もお会いしましょう。バイバイ。